銀河侍の助けにござります。夏にござります。武将の方々をお助けするため頭痛浦々の戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋をもてなし武将隊銀河侍、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあこの度とっても多くの方がお集まりいただいておりまするがゆえに、楽しくご覧いただくための方法を皆様にお伝えしてまいりたいと思いまする。まず一つ目、小さなお子を連れた方はご家族ごと前の見やすいとこどうぞと譲ってあげてくださいませ。そして今二つ目でした、立ってご覧の方々はできるだけかがんでいただきまして、後ろからご覧になっている方、後から来られた方も見やすいようにご協力をお願いいたしまする。そして皆様方、三つ目でございます。ただ見ておるだけではないんですが、我らの M 参加方でござりまする。参加の方法、たすけさんお願いいたしまする。これはカジドキでござる。カジドキとは拳を天高く掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度上げる戦勝時間でござる。皆様方にはこの永遠用の動きを共にやっていただきとうござれ。早速練習してまいりましょう。皆様方は拳を掲げて、空にして上に上げてくださいませ。ありがとうございます。あ、多くの方参加していただいております。ありがとうございます。では参りますぞ。はい、皆様の勝ちどきじゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、名古屋をもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の不集団。本日は現世という戦国に生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。我らが歩みしいバラの道は光り輝く世に通ず、400年の時を超え熱き炎で心を生かす。今こそ受け取れ我らの思い。生きることあり戦おうぞ。そのゆえただその日まで、アドリブを開けろ。必ずやわしはお主の力となる。たまにはわしのことも助けてちょ。神河隊助け、あるとへっても戦ができる。私の料理で百人力神河隊限る思いをやりに来え。貫き通すは真の道、指針と呼ばれし我こそは織田家が一番やり、前田利家なり。はっ、天下太平に役立つ佐渡江の幕府将軍皆の者、あざっさろう。わしが大井名古屋海峡奥川家康。はぁ、理想を持ち信念に生きる、必死に生きてこそその生涯は光を放つ。我らは第六天魔王織田信長である。我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ参る。はぁ、これよりはコブの愛者皆の衆、自勢を上げよう。参る。
きを上げよ。はっ。名古屋とここに集まりし南屋の明るい未来を願って勝ち抜きじゃ。それえいえいわえいえいわえいえいわ。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。一心誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に生きようではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。手を当てあげるでしょうよ。やはり多い。では桜に伴いこの春祭りである屋台を楽しみに来たよっちゅうものは、いや、やはり多いですな。現世も400年前も花より団子ちゅうこの日の本をな、民の心意気は変わらずちゅうことで我らも道中えらい腹が減りました。おお、確かにいい匂いがしておったな。はあ、まことにございまする。名古屋飯ももちろん屋台並んどるし、他には岩手の物産など並んでおり申して、誠に名古屋城来ただけで様々なうまいものが楽しめるということで。徳川城三郎家康、ああして岩手があるんだからな。これはかの10年ほど前の、3月11日にあった大揺れじゃな。その時には岩手県の陸前高田市というところが非常に大きな大きな打撃を受け、その手助けに参ったのがこの尾張国名古屋であり、その頃から2021年からずっと間信仰があり、そしてお互いの春を謳歌するべく互いに人を送り合い、岩手からはブースなるものを出してくれておるということじゃ。故に我らにとっても大切な大切な客人でもある。いつも立ち寄ってほしい、西の丸あたりにあってた。さすがは徳川が治めたし、今やどうする家康で生きなし一方であるのでしょう。さようにござる。今年1年だけはわし徳川家康大人気じゃ。お
ちなみにどうする家康を見ておる余地も手挙げてみ、あ、こんなに多くの者たちが多いですな。さようさよう、ということでまし、これから忙しいがゆえに、さらば。早い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 、この後は何もないわな。日頃忙しいんじゃよな。どうする家康。いや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 、この後も、この後も、おう、BS2 からは、おう6時、ああ、そして夜の8時からは NHK というところにて放送をいたすがゆえに、放送の準備まで、毎夜しばらく。待て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 、なんじゃ。徳川殿は出ておられるが、その体では出ておらんじゃろう。もちろんじゃ、わし徳川家康を演じてくれておるのは、かの男前松本潤殿じゃ。うん、あっぱれ。何やらわし徳川家康に日本で一番似ておるということで選ばれたそうじゃ。そっけどこがじゃ、まず顔色は違う。いやいやいや、同じ同じ。いやいやいや、鼻の数も見ろ。いやいや、あっちは白ウサギ、こっちは黒ウサギだ。はいよ、うん、これはタイガーを見ておる者にしかわからんギャグでございますな。だん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 とかの者も黒くなって。ちなみにこれのわしの見立てであると、今はどうせの朝霧の水色の衣をよく着ておるが、これだんだんと濃くなってくるでな。おお、装いもだんだんと濃くなってくる。おお、そういったわし徳川家康の姿の違いが、うんうん、衣の色の違いで、そして肌の黒さで変わってくるんです。おう、そういうまあまあ1年かけて楽しみにしてほしいなというところなんですけれども、ほうほう、実はこの名古屋城にももちろんその松本潤殿がこの来て、この名古屋城、まあ、徳川殿が最後の方に建てた城をしかと巡るということをしておるがゆえに、松潤殿が好きだよっちゅうものは聖地巡礼としても名古屋城は楽しめるちゅうことで。そうじゃな、週一で来とるあのもの。週一で来とる。まごとに演じたらいいかわからん。ああ、そうか、おかしい。伝達受けに、あっぱれじゃな、さすがにござる。まあゆえにこの尾張国名古屋もそういった、うん、桜も良いか、うん、団子も良いか、うん、歴史的な背景を楽しむも良しということじゃな、うん、もうそんな我ら者の二人とこの後は写真撮影会じゃ。よさあ、ということで我らが中央に陣形を構えるがゆえに、主たちは手元のからくりにて我らの姿を収めるがよい。では正面から写真撮影の儀、いぞ開始じゃ。スタート、スタート、3つ、4つ、5つ、姉妹者。さあ、続いて右手方向、私たち鹿と構えよう。手を参る、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、姉妹者。さあ、こちらを参る。おっ、やまいるぞ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、しまいじゃ。皆の者大儀である。この後は写真撮影の儀第2弾じゃ。我らと共に写真が撮れるということで、いずれかの織田信長殿、わし徳川家康、前田利家殿、2名の武将のうち1人を選ぶがよい。では皆の者ゆっくりと立ち上がり、3つ列を作る準備をいたすがよい。その際に